後期の分布系の数理の講義を始めます。前期の物理情報数学 A でおなじみの方も いらっしゃるかと思いますが、内容はですね、ここに書いてありますように分布しているような物理現象をどうやって扱うか、そういったことを議論します。でやることは、ここにありますが、偏微分方程式を扱うという話なので、数学的に言うと偏微分方程式を扱う話です。ただ、式を立ててその式を解くだけとかってそういう話ではなくて、その方程式がどういう物理現象を表しているかという意味で、そのどうやってその物理現象をモデル化するかというようなことも含めてしっかり理解していただいて、当然モデル化するだけでは絵に描いた餅ですので、解き方も勉強しようということで、数学的な扱いと、それから、その方程式によってどういう物理現象がどういうふうに記述されるのかと、そういったようなことを、学んでもらう、そういう講義です。で、一応参考書として、スタンリー・ファーローの偏微分方程式というテキストを参考書として挙げてます。ただ、かなりタイプの本で、結構高い本なので、一応買わなくても済むようにセルフコンシステントにこの講義の中で、授業を聞いていただければ多分分かるだろうというふうにお話をしますが、どうしても補いたいとかですね、しっかり実習したいとかっていう方は買って損のない本ですので、買っていただければと思います。ただ、ここに挙げたのはこのテキストで、すいません、この授業で使う、テキストの参考書の大体目次に沿って書いて、一部不要だというか削除した部分もありますが、一応この講義で取り上げようと思っている、目次を並べたものです。で、当然のことながら全部カバーしてませんので、もともとアメリカの大学で、1年間の暮らす用に作られているテキストですということなので、いかな皆さん優秀でもさすがにアメリカの平均的な学生が1年間で学ぶものを半年で学ぶっていうのはさすがにちょっと無理なので、7割ぐらいにしてます。ただ今年からですね、15週できるようになったので、これは例年のやつなんですけど、もう少し内容を増やせるので、どういう形でやろうかってちょっと今年は今考え中ですので、どうなるかちょっと分かりませんけれども、この部分だけはしっかり押さえてで講義をしたいと思います。それで、ちょっと書いてありますけれども、大体毎回演習をやります。物理上数学の時と同じように大体20分ぐらい時間を取って演習をしてもらいます。で、それの演習をきっちり出してもらって、最後の試験で、私がだんだんもうご存知の方もいると思いますが、気温が乗ってくるとどんどん板書が早くなってますます汚くなるので、分かんないときはすぐに聞いてください。で、特に偏微分方程式なのでサフィックスがいっぱい出てくるので、それが見えないとかっていうと後で致命的なことになりますので、見えないとか分かんないっていうときはすぐ声を上げて質問してください。で、なんでこういうことを取り上げるかというと、あそこにも書きましたけれども、物理現象というものを定量的に捉えよう、あるいは本質を見ようと思ったときにはどうなるかというと、これは大抵こう偏微分方程式で書かれますということなので、この偏微分方程式を使った扱いというのがどうしても必要になるということで、皆さんにぜひ理解してもらいたいということになります。で、偏微分方程式というのは何だ、もうすでに皆さんいろいろ授業で習っているはずです。で、定義ってほどのこともないけれども、変動関数ですね、変動関数を含む方程式、これのことを偏微分方程式というふうに呼びます。これからしばらくずっと扱うことになるので、例を挙げると、例えば U of XT とかってこういうふうに書きます。で、変動関数っていうからには独立変数が1個じゃなくて複数あるわけですね。ということで、例えばこう U of XT と書いて、これは温度を表す、 U というのは温度を表します。で、これは温度は場所
どの位置かということと、それから時間 t の関数になっている、まあ、こんな話、こういう形で書ける。もちろん、電磁気やってるので、電場とか磁場とかも時間と空間の関数になるとか、まあ、大体物理量というのを、物理現象を見ようと思えば、物理現象っていうのは基本的に空間的に分布している現象ですから、どうしても独立変数が複数個になって、でその独立変数に対してどういう関数になってるか、関係はどうなってるかというようなことを見ると、どうしてもここで扱うような変動関数というのが出てくるということになります。で、独立変数がこれが多数あるわけですね。1個だけだと常微分方程式になりますので、まあ、多数ありますということになります。そうすると、変動関数ですから、まあ、もう定義、変動関数の定義は多分1年生の数学でやってると思いますので、時間 t に関する変動関数だとか、それから空間に関する変動関数、あるいは微分は1回に限りませんので、2回の変動関数とか、まあ、こういったようなものがたくさん出てきて、これらがどういう関係になってるかということを表したのが変動関数、変微分方程式、もうこういう形になります。で、これからのお約束ですけども、いちいちこう du dt とかって書くのは大変なので、サフィックスをつけて微分を、変微分を表すというのを普通に使います。両方使います。一個だ、常にこうするというわけではないんですが、まあ、これも1年生の数学でやった記述法だと思いますので、大丈夫だと思います。で、どんな方程式が出てくるか、ちょっと一例を挙げます。そうすると、まずはこれからしばらくの間扱う、まあ最も簡単に近い方程式ですね。これ、これが一次元の熱伝導方程式と言われているものになります。それから、まあ二次元になれば、こんな風にものが出てきますよということで、実例で上がってますので、意味がどうのこうのとかっていうのは、そういうのは、あまり気にしないで、まあ、いろんなのがあるということだけ見ていただければと思います。例えばこんな方程式、これは、2次元のラプラス方程式と言われている方程式、こんなようなものが、これは、ラプラシアンを極座標に変換するとこんな方程式が出てくるとか、まあ、あとこの講義で扱うものとしては、波動方程式がありますので、3次元の波動方程式、まあ、これは予告編というふうに思っていただいても結構です。こんな方程式が、例としてあって、まあ、それぞれ今物理的な意味はそこに書いたような意味なんですが、それがどうしてそういう意味になっているかというようなことは、この講義でしっかりお話をして皆さんに、理解をしてもらおうというふうに思います。まあ、こんなようなものを、例としては扱います、こういうふうに。で、どうしてこんな 変微分方程式が、物理的な現象を表すことになるんだろうというと、まあ、一番よくニュートンの運動方程式っていうのは皆さんもすでにやっていて、そうすると速度と、あるいは加速度と、それから力とかというものの関係を表しているわけですね。ですから空間的な変化の仕方とか時間的な変化の仕方というのが、ある関係を持っています。これが、まあ、物理現象の、自然な表し方ということになります。ですから、動関数としては速度だとか、加速度だとか、それから力、力もこれは、動関数と思われる、力は力じゃないかと、動関数に関係ないじゃないかと思われるかもしれませんけれども、ポテンシャルを考えると、ポテンシャルの、グレーディエントが力になりますから、そういう意味で、力というのも、動関数で表すことができる。あとは、まあ、運動の関係で言えば摩擦だとか、摩擦というのは、速度に比例して力が反する力が出るようなものですから、まあ、そういう意味で、摩擦力というようなものも、動関数に関係する。それから、電流だとか、磁界だとか、まあ、いろいろなものが、
同感数との関係として表されるというのは、まあ、いくつかの例はもうすでに皆さん授業で習っていると思いますので、まあ、こういったことを扱いましょうということになります。で、先ほど言いましたけれども、定式化ですね。定式化というのは物理現象をどうやって数学モデルとして表す、数学モデルの構築の仕方ですね。それからそれだけではなくて、どうやって解くか、記述しただけではダメで、それを解かなきゃいけないということで、いろんな解き方があります。で、その解き方についても学びましょう。で、解き方をいろいろ知ってると、解ける形に構築すればいいわけですから、まあ、そういう意味である、モデルの構築がうまくできる話と、それからどれだけの解き方を知ってるかというのはかなり重要な話になります。なので両方、きっちり理解していただきたいというふうに思います。で、解き方なんですが、ここにいくつか出てます。で、それを一次角のもあれなんで、例えばここにありますね、変数分離法とかありますね。それからフーリエ制限変換、余弦変換、いわゆる積分変換を使った話、それからここにありますけれども、ラプラス変換というような、これも積分変換を使ったものですね。あと特性曲線法とかですね、あとその他いくつ、その他いろいろあるんですが、まあ、こういったような形で、実質的な解き方についても学んでもらおう、説明をして理解してもらおう、まあ、こういうふうにこういう形で、講義を展開しようというふうに思ってます。で、まず最初にちょっと数学的な話、数学的というわけでもないんですが、これから扱おうとする偏微分方程式の、種類というか分類を考えましょう。で、偏微分方程式はパーシャルディファレンシャルイクエーションズ、偏微分なのでパーシャルディファレンシですね、ということで、偏微分方程式です。で、これ以後略して PDE、 まあ、いちいち偏微分方程式って書くの大変なので PDE というふうに訳して、この講義ではこの後使います。それから、一変数の同関数の関係を表したものが、常微分方程式、まあ、これも物理情報数学の B でやってるんじゃないかと思いますけれども、常微分方程式と言われているものがあって、システム工学だとかいろんなところでこれは時間に関する微分方程式として、これもよく使われるものです。で、こちらはオーディナリーディファレンシャルイクエーション、まあ、こういうふうに呼んで、こちらも ODE というふうに略して使います。偏微分方程式よりは微分方程式の方、常微分方程式の方が解きやすいので、解き方の中には偏微分方程式をいくつかの常微分方程式に不分けしてですね、それで解くという解き方が非常に多いものですので、まあ、常微分方程式というのも、この講義ではよく出てきます。で、PDE とそれから ODE という形で、書きますので、ま、混乱しないようにしてください。で、今種類がどんなにあるかと言いましたけれども、まあ、どういうふうに見るかという話なので、まあ、こんな見方がありますということです。まずは、回数という考え方、これは次数でオーダーです。で、現れてくる変動関数の最高次数、これで、何回の偏微分方程式という形で、回数という形で定義しますという。で、ここに今、1次元の熱伝導方程式って書きましたけれども、U サブ XX ということで2回の、変動関数が出てきてますので、これは2回の偏微分方程式。
次もそうですね、ここにあるのは全部2回の偏微分方程式ということになります。ということで回数というのが一つの偏微分方程式の、評価するときの見方ということになります。それから独立変数がいくつあるか、ですから何変数の何回の偏微分方程式、そういう言い方をします。それから重要なのは線形かどうかというのも非常に重要です。線形性ですね、偏微分方程式が線形かどうかということが一つ重要な切り口になって、大体の物理現象というのはもちろんカオスとかいろんな視線形な現象も出てきますけれども、この講義で扱うのは基本的には線形な話で扱います。で、まあ、どうしてその線形かというのは多分物理上法数学の B で、IS 先生とか内山先生とか随分いろいろお話しされたと思いますけれども、まあ、まあ基本的に、微小な範囲で見れば間違いなく線形の世界が成り立っているということが一つあるし、まあ、どうして線形性かというのは結構深い議論がいっぱいあるんですが、まあ、基本的には、ここで扱うのは線形でうまく扱える現象が非常に多いし、まずそれをしっかり理解してもらうことが大事だろうということで線形性ということを一つの切り口として考える。で、特にここで扱うのは2回の2変数の線形で、古典物理で出てくるのは大体この2回の2変数の線形偏微分方程式、これが、一番メインに出てきて、まあ、この講義でもこの方程式を、メインにしていろいろとお話をしたいと思います。で、一般形でどう書かれるかっていうと、2回なので、で2変数ですから2変数独立変数 x と y として、で2変数で2回 でかつ線形だというわけですから、どんなふうに書けるかっていうと、一番一般的に今書いた2回の2変数の線形偏微分方程式を書くとこういう形で書けます。係数の a とか b とか c とかっていうのは、これは定数ではなくて、関数で構わない、 xy の関数で構わないということで、一般的に書くと、まあ、こういった形になります。で、A から G はもちろん定数でも構いませんけれども、定数あるいは、XY の関数ということになります。そうすると例えばここで言うと、2次元のラプラス方程式、これは、係数が R 次乗分の1とかって独立変数の関数になってますけど、これは、2回の定係数の偏微分方程式というふうに考えることができます。で、線形だということの意味は何かというと、重ね合わせが効くということで、授業で習ったと思うんですけど、2つの解があったときに、U2 があったときに重ね合わせ αU1 プラス βU2 も解になるという形で、線形という言葉が使われます。ただし、厳密な意味でこれが成り立つためには G は0じゃなきゃいけないですね。 G が0じゃないと右辺の分がずれちゃいますので、そういう意味で、G が0じゃない と、線形とは言いにくいところなんですが、ただ、左辺がこの形になっているものは線形の偏微分方程式、0じゃなくてもですね呼びますという表しになっている。特に、右辺が0になっているものについては、これは、もう一個の同時性ホモジナイアティ、ホモジーニアスな方程式ですよという。で、G が0ならば同時の線形方程式は確実に、重ね合わせが効くということになります。で、非同時のものもこの講義で扱いますけれども、基本的には G が0の時の解をうまく使って、特殊解を一般解を使って特殊な解も含めて解くことができますので、まあこの形のものを線形方程式というふうに一律に表して書くということになります。それから、係数がどんなふうになっているかということで、今、定数あるいは X
賄賂関数でいいですよって言いましたけれども、定数の時に特に、定数係数の時にはそれも定係数のということをつけて言うことがあります、まあだんだん特殊化していくに従って解き方が簡単になるということがあります。今こういうそういう形で表される、方程式で記述される現象がたくさんあるということで、こういう形のものを使います。それからもう一つ、この2階の二変数の2階で二変数の線形偏微分方程式は実は3つのタイプに分類することができます。で、型はこっちの型を使わせてください。2階で二変数の線形で、この形ですね、イコール0の形で、これに対してこの ABC の符号でもって条件がイコール0、それからまあこういう、ちょうどこれ ABC が二次方程式の係数だとすると判別式に相当するもので、まさに判別式に対応します。で、分類の話はだいぶ後の方でしますので、今はしませんけれども、こういう形で分類できるんだということだけ、理解していただければと思います。で、放物型、双極型、楕円型、判別式の、重根の場合と、実根、二実根の場合と、虚根の場合ですね、複素根の場合ということで、3つの場合に分かれる。で、これを見てみるとどうなるかというと、例えば1次元の熱伝導方程式はどうなってるかというと A しか出てないですね、他は0ですから、そうすると A しか出てなくて他は0、 B も C も0ですから0ということで、1次元の熱伝導方程式は放物型の方程式ということになります。それからじゃあこれ今3次元の波動方程式になっちゃってるので、これなしだとしてこれが波動方程式ですよというと、これはどうなるかというと、A、左側にまとめて書くと A マイナスになってるから A が1で C がマイナス1で B が0に相当しますので、双極型ですね、ここにマイナスがありますということで、波動方程式は双極型の方程式ということになります。それから2次元のラプラス方程式も、2次元で考えると、こことここが、A と C だけあって B が0ですから、楕円型になるということになります。ということで、皆さんが多分、熱伝導方程式っていうのはこれから扱いますけれども、3つのタイプの方程式があって、今実はこれ全部ここに出てるわけですけれども、それがそれぞれ放物型、双極型、楕円型という3つの型になっていて、で、当然解き方その他はそれほど違いはないんですけれども、表している現象がこの符号の違いによって大きく違いがあります。まあ、そういうことも含めて、これから学んでいきましょうということで、まあ、ここまでは、まあ、イントロといえばイントロですね。これからやるお話の、ある意味で、先取りでちょっとお話を、しました。で、時間がまだちょっとあるので少し具体的な話に少し入りましょう。で、まあ一番簡単な方程式から扱っていきましょうということで、まあこれが一番簡単ですよね。左が時間に関しては1階の微分で、それから、空間に関しては2階の微分 でしかも1次元で考えますということなので、方程式としては一番これが、簡単な形になってますので、まあ、これを、まずしばらく扱いましょうということで、ここに書いてありますように2番拡散型の問題、放物型方程式ということで、しばらくこの方程式を、扱うことにします。数学モデルというところまでにしておきます。で、この方程式がどんな現象を本当に表しているのかというのをちょっと理解していただいて、なるほど偏微分方程式で確かに物理現象が記述できるんだということをちょっと理解していただければというふうに思います。ということで拡散型の問題を扱いましょう。
で、しばらくの間は、1次元の熱伝導方程式を扱います。まず仮想的な実験を考えましょう。まあ、そうは言っても実際にやろうと思うと結構大変なんですけれども、まあ、ちょっと細い金属の棒があります。金属の棒があります。十分に長い棒を今考えましょう。で、めんどくさいので側面は断熱しておきます。あの断熱材かなんかつけて熱の出入りがないようにしてやります。それからということで熱の出入りは、まあ、ここら辺こういう実験条件きっちりするのは結構大変ですが、まあ、あの理想的なものだと思って考えましょう。でということでこう一様な金属の棒があって、で、最初は、T0 に室温に保っておくと。そして温度を T1、T2 という温度にドーンと与えてやる、加熱する。 T イコール0で熱源 T1、T2 に、まあ、ある意味これも定式化しやすいようにあの物理現象を、記述している部分がありますけれども、まあ、とにかくこういう形にしておくと、直感的には最初に T0 という温度に保っておいて側面を断熱しておいて、である時刻 T イコールある時刻、まあ、その時刻を T イコール0とすればいいわけですけれども、 T イコール0に温度 T1 と T2 という熱源にペタッと接した。そうすると熱が伝わってこの中に温度分布ができるわけです。で最終的にある適当な温度分布になるだろうというわけですけれども、その時に温度分布がどういうふうに変化するかというのを考えましょうというわけです。でこれは、物理的には十分あり得る状況 でしかもちゃんと解があるなというのも分かると思います。でこれが一体どんなふうになるかということを考えましょうというわけです。で棒の温度分布を測定しましょうと。で観察します。でそれが時刻とともにどうなるかを見ましょう。で、測定の問題としてみるとこれ結構大変で、側面断熱しちゃってるので、サーモビューアーみたいなもので、見てても温度分布は測らないということなので、どうしたらいいかっていうと、まあ、しょうがないと、ね、あの熱伝追のようなものでおあの、点ごとに温度を測って、温度分布を見ましょう、まあ、そんな話になるわけですね。で実際にどういうふうになるかっていうのはこの後この講義でお話をしますけれども、ある長さなのでここだとしますね。で、T0 という温度にしておいて、で時刻 T イコール0で T1 とそれから T2 という温度にドーンと与えました。そうすると何が起こるかというわけです。そうすると最初はこの温度だったんですが、いきなり T1、T2 に、両端点はいきなり T1、T2 になるんですね。だけども中の温度はいきなりその温度になるわけではないので、熱が徐々に伝わっていく。でどう伝わっていくかというと、当然だんだんこう伝わっていくわけですね。こういうふうに徐々に伝わっていって、で最終的にどうなるかっていうのは直感的に分かると思いますが、多分ですがこういう直線上の分布になって終わるだろうというのが、まあ、直感的には分かると思います。で、実際にじゃあこの現象をどういうふうに扱うんだということをちょっと次に考えましょう。定式化しないで数学モデルを構築しましょう。でどういうふうに数学モデルを構築するかですね。でまず熱がどう流れるかですね。熱流の物理現象、これを記述しないといけない。これを記述する偏微分方程式をまず
停止ください。これだけではダメですね。会を決めなきゃいけないので、1位に会が決まるためには今のこの物理実験条件を想定していただければいいわけで、教会がどうなってるかですね。教会における記述する、数式モデル条件ですね。これを教会条件バウンダリーコンディション、これ以後略して BC と略します。バウンダリーコンディション、それからこれだけじゃまだダメですね。最初 T0 に保っておきました。これも大事、最初の状態がどうなってるか。ですから、実験を始めたときにどういう状態だったかということをモデルで記述しないといけない。で、物理的な記述する、こちらは最初の条件なので初期条件と言います。これは常備分方程式でも出てくると思います。イニシャルコンディションですね。以後 IC と略します。イニシャルコンディションということで、現象を記述する偏微分方程式パーシャルディファレンシャルイクエーションと、それから境界がどうなっているかという境界条件バウンダリーコンディションと、最初がどうだったかという初期条件イニシャルコンディション、この3つを数学的に数式として記述すると、数学モデルができたということになります。で、この問題はじゃあどういうふうに記述できるかというのを、導くの後として、実際に定式化するとどうなるかというのを先に紹介しますね。熱伝導、そこで出てくるのが先ほど言いましたけれども、拡散型の放物型の方程式で、熱伝導方程式というのが出てきます。で、1次元の熱流の基本方程式、これはどうなってるかっていうと、時間的な変化が α 次乗の2回の変動関数のに比例して温度が決まります。で、どういう範囲かということも記述しないといけないので、独立変数の変域ですね、長さ L の棒だとして0から L までの範囲、それから時間的には時刻0から始めて、最終的に定常状態に行くものですが、一応無限大まで考えましょうということで、変域としてはこういう形で書かれるということになります。バウンダリーコンディションとイニシャルコンディションについては、ちょっと後にして、まずこの方程式が本当に熱伝導の方程式になっているかって、ちょっとその、物理的な意味を考えましょう。で、左辺の U サブ T ですね、これは何かっていう と、温度の時間変化率を表しています。で、物理的なディメンションでいうとケルビンパーセックという単位を持っている量ですね。それから右辺のU サブ XX、 2回の変微分、これは温度分布 U オブ XT と書きましょうの空間変化の割合ですね。単純な微分じゃないので、変化率がどれくらい変化しているかというのはちょっとこういう書き方しましたけども、空間変化の割合ということで、こちらはケルビンパーメートル次乗、こういう単位で SI 単位で記述される物理量ということになります。で、当然、単位が違いますから、ここに書いた α 次乗という係数は当然のことながらメートル次乗パーセックという物理的な単位を持った、パラメータということになります。さて、そうすると本当にこの方程式で熱の現象が記述できているのか、具体的に導くのは来週やります。今はちょっと式の
式の方から直感的に分かることを少し考えましょう。これを定義に立ち返って、微小変化の差を取って割ってゼロにするという定義に戻って書きましょう。そうすると空間的に、微小な変化ですね、デルタ x 2乗分の1のこれ引く、本当は同じデルタ x 使っちゃいけないところですが、まあちょっとそこは、勘弁してもらって、同じデルタ x で考えます。そうすると、これをデルタ x で割ってデルタ x0 にしたものが1回の変動関数、ね、ですから u sub x になります。でこっちも同じように u sub x ですけれども、その u sub x との、微分を取らないといけないのでプラスデルタ x とマイナスデルタ x にして、微分をずらす方向をずらすということで、それで差を取ってデルタ x で割れば2回の変動関数になります。まあ、こういうことです。ちょっとここはリミットを取れば等しくなります。これもちょっとちょんちょんと、書いていきます。でそうするとこれひとまとめにするとという形で書かれるというのが分かります。で、この熱伝導方程式が言ってることは何かというと、その xt という点での時刻 t での温度変化の仕方は空間の変化の仕方ですから、この値の大小で決まりますよ、こういうわけですね。でじゃあこれは一体何をしてるんだというのをちょっと考えましょう。そうか、最初に一つだけ言うの忘れちゃった。温度、今熱伝導の話をして温度分布がどうなるって話してますけど、基本的に、熱は温度の高い方から低い方に流れる、これはもう皆さん常識としてご存知だと思いますので、もうそれはもう基本にあるとして、今この話をしてます。でこの方程式にのっとってじゃあ何が起こるかというのはちょっと考えましょう。で、なんか温度分布がこんな風になってる温度分布があったとしましょう。でこの時に、温度がどういう風に変化するかというのを考えましょうですね。そうすると温度の時間変化はどうなってるかというと、2倍の x プラスデルタ x と x マイナスデルタ x の2分の1、つまり平均を取ってるわけです。ですからある点での温度ですね、この点の温度がどういうふうに変化するかというのを考えると、プラスマイナスデルタ x だけ離れた点の平均値を取りなさい。でその平均値よりも大きいか小さいかによって温度変化が決まりますよというわけですね。で、この場合は上に凸ですから平均値よりも点 x での値の方が大きいわけです。そうすると、マイナスになりますから温度は下がるということで、こちらは温度が下がるわけです。でそういうことで、2階の変微分というのは、上に凸か下に凸かが符号で決まりますので、上に凸の部分は温度が下がる、ね、じゃあこう下に凸になってるところからどうか、今度は逆ですからいちいち言わなくても分かりになると思いますが、両端の平均値の方が温度が高いので温度は上がるということになります。したがって確かにこの方程式に従って熱が移動しているとすると、だん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 均一な温度になっていくだろう。で、変化がゼロになる、つまり線形な状態にリニアな温度分布になったときに熱の移動が終わります。こういうことですね。ということで、まあ、確かに直感に合ってるし、熱伝導方程式という形で、温度分布をこれで記述できるということが直感的にはお分かりいただけると思います。で、この方程式を具体的に導くためには少し物理的な考察をしないといけないので、それは来週やりたいと思います。で、もう少し定式を進めましょう。でバウンダリーコンディション、これはどうなってるか、これは簡単ですね。両端ですから x イコール0のところ、左端の点は t1 という温度ですよ。それから右端 l の点では
T2 と呼んだです。まあ、これで境界条件が決まって、ただし独立変数の範囲をちゃんと記述しないといけないので、0から無限大までの範囲で、これで境界条件がきっちり決まったわけです。それからイニシャルコンディション、これもそんな難しい話じゃないですね。実験開始時、つまり T イコール0の時に T0 という一様な温度でした。これが初期条件で、今度は0小なりイコール X 小なりイコール L という形で測ります。ちょっと不等号とか等号とかがこう微妙に使い分けられてますが、やっぱ意味があって使い分けてますので、境界条件については始まりの時は、何ですか、その温度になってないので、0小なり T ですね。それから初期条件については、0から L までぴったりその温度になってますから、不等号じゃなく、統合、月の不等号で、熱伝導方程式、ヘンビム方程式については、端の点は微分が定義できませんので、当然のことながら、変域としては不等号で決まるような変域になっている、まあ、こういうことになります。でこういう形で問題が定式化されたわけです。で数学的に考えると、これで問題が定式化されて、次問題になるのは、じゃあ答えあるの、それからそれは一つだけ、この二つがどうしても数学的には問題になります。で、これはヘンビム方程式論として、いろんな数学者がちゃんといろいろ議論してくれているので、僕らはここには立ち入りません。でまあ、物理的な意味で言うと解があるのは明らかですよね。ですから定式がちゃんとしてれば当然解は存在して、しかも1位に決まるだろうというのは、まあ、直感的な話で、まあ、数学的に証明できるということは一応頭の片隅に置いておいていただいて、ここでは実際に、解を実際に作ってみせるという形で、この議論をちょっとすっ飛ばすというか、まあ、僕らはエンジニアリングをやってるので、数学の厳密な議論をここまできっちりやらなくても多分いいと思いますし、背景としてちゃんとしっかりその理論のベースはあるんだということを理解した上で、実際にこうやって解が解け出ますよ、いいですねという形で、議論を進めたいと思います。気持ち悪くてちゃんとしないと嫌だというものの本がありますので、それちゃんと読んでいただければきっちり理解できるようになると思います。で、解を作って実際に示すって言いますけれども、これは、そうですね、物理情報数学 C を今多分皆さんやってると思いますけれども、足立先生がやってる物理情報数学 C で、フーリエ級数とか、ラプラス変換とかフーリエ変換とか多分やると思いますけれども、そこの理論と、まあ、きっちりこうリンクするような話で、解を実際に示すということが出てきますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、今日 の、 この講義のイントロはこれぐらいにして、で、最初にお話ししましたけれども、毎回、演習問題をやっていただいてということを言ってますので、今日の、演習問題を今から、お配りします。